皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は黒ひげ最短除去大作戦について解説をしたいと思います。黒ひげゴケについては過去の動画でもかなり詳しく解説をしているんですけども、今回の動画では今現状生えている黒ひげゴケをもうとにかくすぐに除去されたいっていう方向けの動画内容となっております。そのため黒ひげゴケがなぜ出るのかといった原因や、今後黒ひげゴケが出てこないようにするような事後対策、これについては今回はお話ししません。なのでこの2点についてもしご興味ございましたら、過去の動画で詳しく解説をしておりますので、画面右上のリンク先の動画をご覧ください。黒ひげ対策決定版の1番と2番という2本動画があるんですけど、そちらの方を見ていただければ非常に詳しく解説をしております。なので今回はもうさささっとね、黒ひげゴケをクリーニング、する方法についてお話をしていきます。今現状こちらの水槽に黒ひげゴケが発生しております。この草原風レイアウトというのは非常に黒ひげゴケにとっては最高の環境です。皆様も岩組レイアウトをされている方結構多いかと思うんですけども、岩組というとこちらの竜王石、 ADA の竜王石を使われる方非常に多いのではないでしょうか。竜王石を使ってしまいますと黒ひげゴケが大好きな高度の高い水になってしまいます。そこでこういった石にふさふさの黒ひげゴケがついてしまうという状況に陥ることが非常に多いです。しかもこの爽やかな明るい色の竜王石に黒いふさふさの苔がつくとものすごく悪目立ちするため、非常に見栄えが悪いです。そしてこのキューバパールグラスにも結構ねこう、ついてるので、この汚い黒ひげゴケをさささっとね、クリーニングする方法について順番にお話をしていきたいと思います。タイトルにあるように最短除去大作戦ということで、とにかく最短で分かりやすく取っていきたいと思います。ではまず最初にどうするのか、これはもう手作業で取るってことですね。もう完全に水槽からもう手でできるだけ取っちゃう。そして取り残した分どうするのか、これはもう生態で取ってもらう。そして3つ目、再発を極力させたくないということで環境づくり、この3つとなります。非常に簡単な3つの対策、こちら実践していただければ非常に高確率で黒ひげゴケを水槽の中からクリーニングできるかと思います。ぜひこちらの動画最後まで見ていただいてお試しください。では1番から順番に解説をしていきたいと思います。ではまず1番の物理的に除去するんですけども、こちらについては ADA のプロピッカーめちゃくちゃ便利です。特に今回のような竜王石を使っている場合はもうガシガシいけるんで、もう傷が入ってもね、石ってあんまり分かりにくいので、流木の場合ちょっと傷が入っちゃうとなかなかこう目立っちゃって良くないこともあるんですけども、石の場合でしたらね、もう多少もねもうゴリゴリにやっちゃっても全然問題ないので、こんな感じでもう力づくですね。もうガリ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 やっちゃって、もう黒ひげゴケを根こそぎ取っちゃうってことですね。まずは量を減らすっていうのが非常に重要です。で、もしあまりにも黒ひげゴケの量が多いっていう場合でしたら、同じく ADA のプロブラッシュハード、柔らかい方のソフトタイプっていうのもあるんですけども、石の場合でしたらね、ガリガリにいけるんで、ハードタイプが非常にいいです。この2つの道具を駆使していただいて、石についている頑固な黒ひげゴケをまず取っ払ってしまう。これが大切です。で、その手前、水草についている黒ひげゴケはじゃあどうするのかについてなんですけども、これはもう切っちゃってください。トリミングで水草と一緒に除去する。水草についてはまたね、環境をしっかりね、いい環境であればまた綺麗な新芽が生え揃ってきますので、もう黒ひげゴケがついてしまった水草については思い切って切っちゃった方が早いです。このように水草と石についた黒ひげゴケについてはまずは外に追い出すということが大切になってきます。このような感じで黒ひげゴケを全部除去した後に、次に、取り残したひげゴケ、ゴケって、ね、結構見た目綺麗でもこのねなんかもう細胞がね残ってるということがよくあるので、それをしっかりと取ってもらうためにサイアミズフライングフォックスを入れておくということが大切です。ヤマトノマエビも食べないことはないんですけども、やっぱり好んで食べてくれませんので、確率的にはサイアミズフライングフォックスが一番高いかなと思います。またサイズ的にもギリギリ許容範囲なんで、まあちょっとね大きくなってしまうことがあるんですけども、まあやっぱ黒ひげゴケをある程度食べてくれて、ある程度のサイズで収まるというと、サヤミズフライングフォックスぐらいしか選択肢がないので、これを使っていただくと。
で、ただ使うだけではなくて通常の適正数よりも多く入れていただくということがポイントです。これについてはちょっとね、もう目立つから嫌だっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱり数の原理ですね。多ければ多いほどたくさんの黒ひげ苔の残った分を処理できますので、例えば60センチ水槽ですと、通常はね、1匹とかね、もう2匹いれば十分なんですけども、もう4、5匹とか入れてもらう感じですね。見た目がちょっと良くないんですけども、あんまり入れると。ただ、黒ひげ苔をもう手っ取り早く、もう最短で取りたいという方は、もうここは、まあやっぱりメリット、デメリット考えても、もうさっさとね、駆除しちゃった方がいいので、サイヤミーズをもうたくさん、ちょっとオーバー気味に入れてしまう。これが重要となります。で、次3つ目なんですけども、黒ひげを取っちゃって、サヤ水を入れるだけだと、またね、バッとこう生えてくる可能性がありますので、環境づくりの方もちょっと考えるということで、まずは水替えですね。もう基本中の基本なんですけども、他の苔が生えた時も、まずは水替えしましょうということはもう非常に重要なんで、とにかく水替えの量を通常よりも増やしていただくと。週に1回の方でしたら週に2回に増やしていただく。水替えの頻度をしばらくは増やして、余計な栄養分を外に追い出すという感じですね。で、この水替えに使う水も結構重要なんで、ここはね、高度の問題が出てくるので、水道水の高度がもともと高い地域にお住まいの方でしたら、水替えすればするほど黒ひげが好む水質になってしまいますので、この点注意が必要です。これについては、過去の動画で詳しく解説しておりますので、GH 水質の調整については、そちらの動画をぜひご覧ください。で、水替えを増やすと。で、水替え増やすだけでも結構効果は非常にあるんですけども、もう一つ環境づくりとして餌の量です。通常の餌の量より少し控えてください。まあ、魚がね、もうガリガリに痩せるぐらいでしたらちょっと良くないんですけども、魚の体型を維持できるぐらいの量で最小限に抑えていただく。こうすることによって、苔の栄養分になるものを水槽の中に持ち込みたくないということで、ちょっと餌の量を加減していただくということが大切になるかと思います。特に餌をやった後、もうブワッと散らばって、もう水槽のね、底の方に溜まってしまうっていう、状態であれば、もうかなり論外になってしまいます。必ず、やった分の餌の量をすべての魚がすぐに食べきってくれる量にが一番適しております。しっかりと餌の調整をしていただくこと、ここも重要になります。この3つですね、非常にシンプルです。苔を取って、サイヤ水入れて、水替えして、餌の量をしっかりと適正量にする。これだけで黒ひげ苔を撃退できる可能性が非常に高くなります。ぜひ一度お試しください。今回は石についた黒ひげ苔の除去方法についてこうね、プロピッカーとかプロブラッシュで、取る方法をお見せしたんですけども、流木の方でしたら、まあ、力加減していただくといいかと思います。流木に傷があまり入らないような力加減で、ちょっと丁寧に時間をかけて取っていただければいいかなと思います。で、苔対策に関連するアイテム一覧につきましては、下の概要欄にまとめておきましたので、よろしければそちらの方から詳細ページご確認ください。また過去の苔対策動画、まあ、ヒゲゴケ対策とかね、卵巣対策とか、糸状ゴケ対策とか、いろんな動画、過去に作ってまいりましたので、そちらも下の概要欄にまとめておきます。お手持ちの水槽に出ている苔はどうやって消せばいいのかについても、そちらの動画見ていただければ非常にわかりやすいかと思います。また苔の発生や苔の要因などについて何かご不明な点、こういったことについて解説してほしいみたいな内容がございましたら、下の書き込み欄からコメントください。その際お一人様ずつ回答はお出しできないんですけども、今後同様のご質問が増えてきた際には別の動画の中で回答を出させていただきます。もし今回の内容役に立ったっていう方がいらっしゃいましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しいです。またこちらのチャンネルでは皆様の水槽で起こりうるトラブルや実際に起こってしまったトラブルをすぐに解決できるような動画どんどんアップロードしていきますので継続的に見ていただければ嬉しいです。またいいねマークでの高評価もいただければ動画を作るモチベーションになりますので大変嬉しいです。ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。